勘は取り戻せた？いよいよ決勝ね。いい走りを見せて。抑え込まれているボーディン選手はどうやらかなり苛立っているようで急加速を始めました。ああ衝突！ニーヨー選手コースアウト！リー・ヨーは問題ないわ。あとは任せたわよ。諦めないで。もうすぐヘアピンコーナー。ここが最大のチャンスよ。ええ、リオの分まで戦うわ。見間違いじゃないですよね。すごいわ。さあ、目の前のレースに集中して、この調子を維持するのよ。信じられません！バイオニアジュニアのセカンドドライバーが。
減速ですよ。ガイドラインに沿ってコーナーに入るの。落ち着いて。Thank you.
ドリフトの角度がつきすぎだわ。調整して。マシンは好調です。このまま頑張ります。